カリフォルニア大ロサンゼルス校ユークラ体育局は14日公式 x w ツイッターを更新。来週土曜日に開催されるアメリカンフットボール部の南カリフォルニア大 USC1000 でワールドシリーズ王者でありユークラスポーツ伝道入りしたデイブ・ロバーツ氏を称えられることを喜ばしく思うと投稿した。 23日にユークラとライバル校の USC がロサンゼルス郊外のローズボールスタジアムで対戦。そのアメフトの試合で、ユークラ野球部出身で在学中は首相を務めたドジャース・ロバーツ監督のワールドシリーズ制覇を称えるイベントが行われる。ロバーツ監督は2020年に母校のスポーツ伝道入りを果たしている。 今年のワールドシリーズでドジャースと対戦したヤンキースを率いたのは USC 野球部 OB のブーン監督。同シリーズ中も大学時代からライバル校の主力選手としてしのぎを削った同世代の二人の激突が注目されていた。